今日は2016年11月15日、10時15分です。朝日新聞のこれ国際面ですね。10面、トランプ氏という怪物を生み出し、その本人に既得権相と敵視された。メディア、既存メディア問われる役割っていうんですね。でこのトランプ氏が大統領になったのは、この今まであったメディアが非常に大きな役割を果たした。非常に視聴率が高くて、トランプ氏の報道がすごくなされた。大統領選挙で最も役立ったメディアというのが調査されていて、ケーブルテレビというのは約 25%、 そしてソーシャルメディアというのは、これはネットによる情報通信ですね。 SNS とかそういう Facebook とかそういう SNS が結構割合が高くて、これが 15% 近くある。そして4大ネットワークのテレビ、要するにまあ普通のメインのテレビは 10% しかないので、ケーブルテレビに比べると半分以下しかない。そしてあと新聞というのが地元紙、それが 5% 以下だね、3% ぐらいで、全国紙というのはもっと少なくて 2% ぐらいしかない。だから読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、こういう全国紙というのがこんなに影響力少ないんだね。まあ、アメリカの場合ですけども、日本だとどうなるか。で、まあ、問題はですよ、まあ、トランプ氏自体は自分に対するその評価が悪くなった、報道し始めた頃からこういうメディアというのはもう既得権争で全然信用できないんだというふうにずっと非難してきてるわけです。で、一般の人でもですね、メディアを信用している人たちがどれぐらいいるかというと、民主党の支持者はもともと 55% ぐらいだったのが、今回の選挙なんかで 50% ぐらいに下がっている。で、無党派層はもっと低くて 33% ぐらいだったのが少し下がっている。そして共和党支持者に至ってはもともと 30% ぐらいしか信用していなかったのが 10% ぐらい信用する度合いが落ちている。メディア報道というものを本当のことだと思ってない人たちがアメリカにいっぱいいるということですね。まあ全部の平均するといくらかというのはわからないんですけども、少なくとも半分以下の人しかメディアが言ってることは本当なんだ、信用していないんだというふうに思っているということです。で、私もですよ、このアメリカのメディアだけではなく、日本のメディアが言ってることがどこまで本当なのかというのは常に疑ってかからなければいけない。本当のことを言ってるのか、嘘を言っていないかということと、大事なことを言っていないんじゃないかということですよね。みんなに知らせて、本来のメディアとしての役割を果たすべく、一番重要な情報を国民にとって知っておくべき、知らせなければいけない重要な情報をちゃんとメディアが知らせているかどうか、まあ、そういう目で見るとですよ、私はもう全然日本のメディア信用していない。新聞にしてもテレビにしてもですよ。まあその最たる例が、私はいつも言いますけど、原発に対して武力攻撃が行われたらどうなるかということについてメディアが書いているのを見たことがないですね。ちらっとどっかで書いたかもしれないけれども、今この時点においてですよ、この国際情勢の中において、これは最も世界中で議論しなければならない最重要課題であるにもかかわらず、どこかのメディアがこれを大きく取り上げて議論しているのを見たことがない。原発に対して武力攻撃がされる可能性は今限りなくゼロに近いですから、とんでもないですよ。限りなく可能性が高くなってますよね。誰がやるかわからない。にもかかわらず世界中のメディアがそれを全く取り上げていない。こ
これはこのメディアを信じて、メディアが言ってることは全部本当であって、メディアが大きく取り上げている最重要科目だけを優先的に考えて自分の対応を取ればいいんだということは間違ってるということですよね。ジャーナリストしかりですよね、メディアとジャーナリスト、一体になってしかるべきものなんでしょうけども、メディアに対して情報を提供する人たちの姿勢というものも同じであって、ジャーナリストの姿勢というものが同じように問われていて、それを職業としている人や専門としている人たちがどれだけ重要な情報を提供しているのか、最も重要な情報からきちんと提供していて、メディアにそれを取り上げるように働きかけているのか、それも同じだと思いますよ。そして一般国民も私にとってはなんで重要なことを考えないのか、この原発に対する武力攻撃の問題に関しては原発反対運動をしている人たちでさえも私は取り上げたのを見たことがないですよね。なぜなのかということですよ。不思議でしょうがない。その答えは私にもわからないですね。なぜ取り上げないのか聞いてみても、まともな何人かに聞いてみましたけど、まともな答えはない。そんなこと起きえないと思っているのか、取り上げるべきことでないと思っているのか、マインドコントロールされていて、どこかにサブリミナル効果かなんかが潜んでいて、その問題については語らないように頭の中の脳みその働きがコントロールされているのか分かりませんけど、誰も言わない。不思議でしょうがないです。メディアというものをだから我々はしっかり見て、それをやっぱり批判して、正しいメディアとしての姿勢を行動を取るように、導いていけって言われてもね、どうすればいいんだか分かりませんが、責任を持っていかなきゃいけないんだというふうに思います。今日はトレモロメランコリーにしましたね。ということで今日は